東丸醤油株式会社は、兵庫県辰野市に本社を置く調味料を主とする日本の食品メーカーである。薄口醤油の代名詞とも言える企業としてその名を知られる。社ンのデザイン、東に丸を社名とする。工場は3カ所とも、辰野市の市街地に位置する。近畿、西日本を地盤とする薄口醤油の代表的企業としてその名を知られる。近年では、 主力の薄口醤油のみならず、うどんスープのほか、ちょっと雑炊、ちょっと丼といった粉末の調味料もロングセラー商品として知られる。また、個人商店レベルの豆腐店でも、冷ややっこスープが取り扱われるなどしていた。近畿では、おなじみのメーカーながら、かつては関東での知名度は、さほど高くなく、スーパー等の小売店でも品揃えがない店が大半を占めていたが、 近年の全国的なサヌキうどんブームによってうどんスープの需要が拡大し、またそのうどんスープがサヌキうどん以外の料理にも重宝することを知るや、関東でも売り上げが上昇している。最近ではヘルシー思考の高まりから2008年に発売され、多量の食用油を使うことなく、少量の油でフライパンで唐揚げやとんカツなどを作ることのできる粉末調味料、 揚げずに唐揚げ、揚げずにとんカツなどの製品が評判になっている。社名、商標は明治維新の折、前身である浅い醤油に、辰野藩から払い下げられた直営醤油醸造所、物産像が闘像と呼ばれたことを由来としている。加えて太陽が東から昇るように、社運が朝日商店の勢いなれかしの願いも込めて、定められたものとなっている。 辰野ノ市内を南流する伊保川の中流域は、手延べそうめんイ保の糸の特産地であり、そのため、酢麺つゆも充実している。鹿児島県日置市にある資料、製麺会社の東丸、東京都中央区にある水産物や、惣菜などの輸出入、販売業の東丸インターナショナル、広島市に所在し、東丸ソースのブランドで、ウスターソースなどを製造する。 サンフューズはいずれも資本関係がなく関連会社ではない。ありがとうございます。